こちらが今回購入したパナソニック品番 NA-FA8H2 になります。色はシャンパンで、すごく高級感がある色だと思います。こちらは 8kg タイプなのですが、見た目もスリムで場所を取らないと思います。で、この洗濯機の上半分がスケルトンになっていて、上から覗けるのがいいかなって思います。パネルも上についているタイプなので、洗濯物が出し入れしやすいのかなって思います。ではオープン。こんな風に結構入り口は広いかなって思います。ちょうど真ん中に洗剤ケースがあります。こんな風に左から粉末、液体、柔軟剤と書いてくれているので、すごく分かりやすいかなって思います。簡単に外すことができるので、お手入れが簡単だと思います。中を見てみると、2箇所にくず取りがついています。こんな風にくず取りも簡単に取ることができて、ここを引くと簡単に開きます。こんな風に2つに分かれているので、こんな風に指を使わなくても簡単にゴミが取れると思います。洗濯機の内側のここにも親切に書いてくれています。こちらは2024年製造で、洗濯機って平均7年しか持たないって皆さん知ってましたか？あとは洗濯機のエラーコードが載っているので分かりやすいかなって思います。今まであまり気にしなかったのですが、洗濯機で潰れる前、大きな音になったり、下から水漏れがあるみたいなので、今一度洗濯機を確認してもらえたらいいなって思います。洗濯機を購入を検討されている方の参考になればいいなって思います。最後までご視聴ありがとうございました。